リアルな心をあぶり出すアーティスティックファンタジー、アーティスイッチ。私もまだまだ見習いね。さて、気を取り直して今回仕入れる商品の紹介をしていくよ。フェアリーテイルさんから、私ニーナの3つの衣装をモチーフにしたオードパルファムが今日12月24日から発売されます。今着ている魔法衣装第2話そして第4話の衣装デザインをもとに3種類の香りを楽しめるようになってるよ。うーん、いい香り。グラナップさんから、アーティスイッチを可愛くデザインした缶バッジ、アクリルスタンド、アクリルキーホルダー、ドミテリアキーチェーン、 IC カードに貼るステッカーが2022年の1月から発売予定です。私ニーナと一緒にいろんな場所にお出かけしようね。アルマビアンカさんから、アーティスイッチのキービジュアルを背中に大きくプリントしたパーカーと、第4話で登場したルルとジェニー香織さんのデザインのかわいいお菓子をちりばめた T シャツが絶賛予約開始中。これを着ればいつでも気分はアーティスイッチだね。紹介した商品の詳しい情報はこの動画の概要欄にまとめてあるから、気になった人は要チェック。今日も見てくれてありがとう。楽しいクリスマスを過ごしてね。メリークリスマス。リアルな心をあぶり出すアーティスティックファンタジー、
ーティスイッチ。